にちは。SPF トッパーです。ピエンやってます。で、バンド名さっき実は決めたんですけど、これみんなに言うにも初めてなんですけど、ちょっとバンド名、なんだっけ、熱々じゃなくて、ワクワクじゃなくて、なんだっけ、バンド名が、バンド名が、ガヤガヤブッチーバンド、悲しみを超えたその先には、フィート中島スピコでーす。よろしくお願いします。でした、SPF っていうことで、まあ、こういう曲あんまり、ケーオンではやらないんですけど、どうしても彼女に、このピエンの歌を歌わせたくて、歌ってもらいたくて、歌っていただきたくて、ちょっと、意外と大人数呼んじゃうことになっちゃったんですけど、ちょっと皆さん乗っていただきました。皆さんありがとうございます、本当に。はい。では、次の曲。行きましょうかね。あ、このピエンの歌知ってますか？そもそもどっちが先なの？あれゲームが先？曲が先？なんかピエンのゲームが出て、それの BGM としてこの曲はちょっと一界隈で流行って、まあなんかちょっとハリスピコってやつが歌ってると、でハリスピコの曲を聴いてみたら意外といい曲があって、ちょっとやろうかなっていうことになりました。はい、じゃあ次の曲ね。次の曲、本当にいい歌なんでね。聴いていってください。ピエンを超えてパオンです。
早くも次ね3曲目ですね、3曲目で最後になるんですけど、ちょっと短いんですね今回、あの3曲で合計7分っていうすごい巻き巻きバンドなんですけどこれちょっとメンバー紹介ねしようかなと思います。じゃあどうしよう、学年の低い方からいこうかな。今回あの1年生乗ってくれてます、あの田口くんですね。はい、田口くんね、すごい上手なベースを弾いてくれて力強いですね。彼すごいんですよ、あのカシオペアが大好きで、サイン入りのカシオペアのレコードを僕に自慢してきました。絶対に許しません。はい、次彼、あの松本信明くんです。信明っていうらしいです。はい、あの僕の味もう一個あの検査してるんですけど、その人の部長が、そこのティンカーベルっていうところの部長が、あの未だにこいつの名前を信明だって知らなくて、あのあれちょっと物議がありましたね。しめくんまだ怒ってるもんね、まだ許してないみたいです。はい、じゃあ次、いやもうあと3年か、じゃあこっちから行こうかな。はい、彼川崎優奈、あ間違えたあのブンブンことね川崎優奈さんです。あの普段ドラムとかパーカッションやってくれてるんですけど、ちょっと今回あのキーボードをやっていただいちゃいました、ね、慣れないのに本当にありがとうございます。すごい、ね、当日練習初回練の時なんかおととりヒヒ言っててうわーみたいな感じだったんですけど、結局やるやつだと思いました。こいつはあのちゃんとやってくるやつだと、すごいありがとうございます。え、はい、じゃあ次こっち、あ、すいません、あのさっきからあのこいつら何やってんだって感じだと思うんですけど、実は本です、この2人。次の曲だけちょっとあの本を吹いてもらいます。じゃああのこちら阿部リリコちゃんですね。はい、あの今日も白鳥のように美しいサックスをねあの弾いていただいてありがとうございます。はい、ついに北海道富良野に行ったそうです、富良野くんです、ね、お土産は持ってきてくれたっけ。俺もキャラメルもらったね、はい、美味しかったです、ありがとうございます。誰か北海道のキャラメルか、ありがとうございます。また富良野行ってください。はい、じゃあちょっと1個飛ばして、こちらあの佐藤元也くんですね、我らが部長です。はい、いやなんもねえなお前、なんだろうなんだろう、いや結局ね乗せちゃったね。いやなんかその今回は佐藤呼ばないかなってちょっと思ったんですけど、なんかなんだかんだ佐藤呼ぶなっていう感じになりました。なんだかんだ呼んじゃうんだな、はい、お前もなんだかんだ呼ぶもんね、え、はい、じゃあ次最後ね、あの本当にね敵にマジでこいつに断られたらこのバンドありませんでしたね、あの中島スピコこと中島奈々江ちゃんです。はい、すごいね、本当にこいつにだけはやってほしかった。あ、嘘です、いや、ちょっと何でしょうかね。いや、そう、あ、そうなんですよ、あのなんか僕インスタばっか出すんで普段なんかあんまりそのボーカルの人とか呼べないんですけど、ちょっと今回はもう本当にボーカルが欲しいとかじゃなくて名前が欲しいっていうことでちょっとこのバトに呼ばせていただきました。え、嬉しそうです。はい、じゃあね、次最後の曲に行きたいと思います。あんたはバカ、なんだっけ、あんたバカの歌っていう歌です。聴いていってください。
とうございました。